What's up? Welcome to Gin Channel. はい、というわけでため池にやってきました。結構ね、荒れてきちゃってますね。風が強い、ね、なるべくね、こうゴーっていう音が入っちゃうとちょっとあれなんで、なるべくそんなに風のこうバンバン当たらないように、 GoPro に当たらないようにしていこうと思うんですけども、ちょっと今回はですね、このため池、9月のベストアンサーで来たところなんですけども、リリーパッドとかでね、結構中心的に、ボンボンはめたと思うんですけど、まあ、かなりの低気圧がかかってる、ね、雲もドヨーンとかかって、雨もね、雲途中降ってたし、風もバンバンに吹き荒れてると、結構な低気圧だと思うんで、ちょっと今回はこの低気圧に乗じて僕のね大好きな、巻物デイっていうことで、巻きまくった釣りにこだわって、釣りをやっていこうと思います。さあ、今回はね、もうジカリが持ってきてませんね、ワーム系っていうのはほぼ持ってきてない、強いて言うならスイムジグぐらいっていった感じで、一番下で言ってミニスコーンかな、それだけです。やっていきましょう。まずはチャターベイト、今かつの、スーパーモグラチャターですね。このスーパー低気圧全開、風バンバンみたいな感じになっちゃうと、さすがにね、こんだけローライトだし、今朝一番入ってるんで、さすがにちょっとリリーパッドじゃないとこでもきちんと餌食って追い回したりしてんのじゃないのっていう淡い期待を込めて、まあいくらリリーパッドに固執していようとも、ちょっと今回はもう直リグはやりたくないんで、巻きオンリーでやっていこうと思います。ちょうどね、コメントでもストロングな釣りを見たいですっていうねコメントが来たばっかなんですよね。まあ、最近そう、直リグとかね、ヘビダンとかね、ちょっとこうワームでネチネチみたいな回が確かにちょくちょくあったから、まあ俺らしく巻きでやっていこうじゃんっていうことで、そこの岬なんかちょっとね怪しいね、ボイルみたいなのが起きてる。今2年ぐらい前のベストアンサーで9月編でここ来た時は、朝、まあ、午前中の段階って言ったらいいのかな、午前中の段階でね、5本全部巻物で釣れてるからね、オープンでリリーパッドも結構あったのに、おっしゃ食った、ほら巻物デーだねイエス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 とヨシが混ざってイエスってなったはい、今かつのスーパーモグラチャターと、坂本シャットの5インチね、それちょっと頭ちょっとカットしたやつ、こんな感じ、かなり僕的にはバランスがいいと思ってる、ちょっとファットなボディのね、いい組み合わせ、まあ小バッチだけど嬉しい一本だね。出ましたね、早々と。うわ、やっぱバスいますねリリーパッドの中に入ってるわ、ブワーって波紋あったわ、今追ってるわ普通に。よし、あ、いや今のは食ったぞ、あー残念、でかそうだったわ今の、ピシャピシャピシャってね、リリーパッドの際からベイトが散ったし、その瞬間だった。ほらほら、うわ、ちょっと待って、食ってきてんだけどな、もんねえ、くそ、うわ2回、おかわりあったのにな、こういう時にやっぱね、トレーラーフックって大事ですよね。チャターにはね、俺あんまつけたくないんですけど、よっぽどトレーラーが長かったりしない限りはね、基本トレーラー僕つけないんですけど、でかかったかもな、食った後波紋グワーってなったもんな。よし、食った、わあ抜けた、また抜けた、マジか、でかそうだったな今のも、くっそマジ、今のはいいとこ行ったぞ、ブルッドーンだったな、うわーいい日に当たってるな今日、楽しい楽しいんだけど乗んないね今の、食っ
って針かかったけどな一瞬。うん、歯型がっつりついてるわ。でも、ちょっと腹筋が甘かったかな。かかりが浅かったかもね。ポチャン、ブリッドーンだったからね。くそー、やっちゃってるな、俺。今日。うわ、まただ。あれ？ちょっと待ってよ。スピナーベイトに変えてみよう。スピナーベイトにしたら出ないっすね。だからこういう面でもやっぱ大事ですよね。チャター持ってるからスピナベいらないとか、スピナベ持ってるからチャターいらないじゃないんですよね。ああ、今のは濃いだな。チャターに変えるべきかな。もうちょっと待てよ。ブリブリブリっていう波動の方がいいってことですよね。だから、バーって回転するんじゃなくて、各タイプ。左右に動く波動の方が効いてるのかもしれないっていうことで、似て非なるものでいこうか。横にヌチヌチからのみたいな GI 結構強そうな気がするな。でも GI追ってきてる追ってきてる。うわ、食わなかったっすね。追ってきたけど食わなかった。ちょっとこの気はもう一回、さっきの最初に2発おかわりしてきたやつがまた戻ってきてる可能性もあるんで、ちょっとそいつはね、もうちょっとチャターでやったら煮切る可能性もある。1回2回食ってきてるからね、煮切る可能性もあるし、やっぱまた食ってきてもまたほらボワーってなったでしょ。でまた食ってきてもちょっと弱い可能性がね、また乗らないっていう可能性があるんで、ちょっとここは GI でいきましょう。うわ、ほら、え、なんで？なんで食ってくるのに乗んないんだ？今、ドーン来たっすよ。今のは乗るだろう。プリ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 からの、プリプリプリ、ドーン！すっごい当たり強かったよ。巻きですね。あの横首振りとかじゃない、巻き、巻きにしか反応しない。よし、食った。GI 40ないか。あ、でもやっぱ当たってたな。首振りにしようかと思いましたけどね、あえて巻きました。あ、40よ。いや、楽勝。楽勝、楽勝。楽勝40アップ。5に迫るぐらいの40アップ。イエーイ。口が大きい。ね。GI。これも、ただ巻き。ちょっとこいつ痩せ気味だけど。水温が下がってんのかな。ありがとう。ちょっと頭大きい感じの、いいバスでしたね。うん。比較的でかい。違いですね、やっぱ向こう側のリリーパッド、こっちの手前のリリーパッドはもうね、ドーンってなってもなかなかね、やっぱなんか乗んないから、ゆっくり向こうの方に投げてみて、向こうのリリーパッドにポチャンでちょんちょんちょんで見せようかと思ったけど、グリグリグリって巻いたらすぐ横から突き出てきた。